ハロー YouTube 用の本町ナンバーワンチャンネルです。はい、今日はデカ盛りにチャレンジしていきますよ。デカ盛り大好きな人はですね、ぜひチャンネル登録お願いします。来てみたのは最大通り沿いにある辻元さんですね。早速行ってみましょう。券売機です。辛いつけ麺は小さいお子さん頼んじゃダメですよ。特製つけ麺1000円。これは並盛り、大盛り、どっちも無料。 基本的に波盛り、大盛りまでは無料ですけど、見てください。下に1キロ盛りとか、その上の辻盛り。今日はね、41歳、体に鞭打って、辻盛りチャレンジしていきたいと思います。はい、お店に入ると、こんな、あの、ところがあります。麦茶とかね。あとこれ、ごまをする棒とかって、あ、追い粉末コーナー。これがですね、4種類の魚粉を自分でいろいろアレンジできる。 あと、こっちはスープの温めなんかもね、自分でできちゃうみたいな。で、巨粉は何があるかっていうと、こちらごまですね。で、アジ、マグロ、サバ、イワシですね。から自分の好きな味をブレンドできちゃうと。あと、こっちに辛いカツオダレとかね。 ご飯用のふりかけあと、柚子胡椒なんかも置いてあってね。いろんな味変にチャレンジすることができます。割りスープもこちらでから、多い粉末の説明がありました。魚粉一つでもいいし、ブレンドでもいいし、いろいろ食べ比べてみてくださいとのことです。はい、卓上調味料。おスラー油、酸素、胡椒って味変が無限にできますね、これ。 油そば注文の人は100円でライス無制限でお代わり、これ住めるじゃん。あと、英語のメニューなんかもありましたね。では、早速、巨墳をブレンドしていきたいと思います。まず、やっぱ、マグロですかね。マグロ、にや連続ってね。あ、あの、私の手はめちゃくちゃ殺菌してますんでね。めちゃくちゃ綺麗なんで。はい。あと、 スプーンはちゃんと戻してくださいね。こうやって蓋を閉めようとしてはダメですよ。あの、わざとやりましたからね、わざと。はい。で、サバもちょっと入れてみたり、うるめいわしか。うるめいわしも今度ちょっと入れてみました。ねぜひご自身のね、ブレンドでいろいろ味を試してみてください。それでごまもいっぱいかけちゃいました。 ここに蓋置き場っていうのがあるんでね蓋置き場を使いながらちゃんとやってくださいねでごますり棒を持ってあのご自身のテーブルでごまをすりすりしましょうごますりですで左きのじさんがごまを4倍速ですっていますこうするとね魚粉の香りとねごまの香りがねまた立ってねもうよだれが止まんないんですわてな感じで持ってたら着丼 今日はつけ麺辻盛り頼んだんだけどね。何これもう、つけ汁だけでなんか普通のラーメン並みぐらいあるんですけど。来たよ辻盛り麺4玉です。ちょっと横からね、取らなかったのが残念ですが。あのね、見た瞬間、やべえ。これ食い切れねえからもう。食い切れないかもって思っちゃってね。ちょっとね。 あの、今まででも最速で食べることにしました。早食いでなんとかごまかすしかないと思いまして。もうね、見た瞬間、世の公園の山ぐらいあったんでね、これはもう早食いで行くしかないと思いました。味の感想なんですが、スープは結構甘めなんでね、あの、魚粉を入れると結構、あの、コクが出ていい感じになると思います。でね、麺なんですけど、すごい冷えててもう閉まってます。もう、 麺もね、すごい歯ごたえがあってね、ワシワシ噛む感じの麺で、僕はもう大好きですね。で、この辺で味変もできますんで、お酢とかね、ラー油とか、そういうのを使って色々味変することもできます。なんとかね、左利きのおじさん4倍速で食べてきましたが、なんとか食べることができました。途中ね、2回ぐらいもう無理と思ったんですけどね、なんとか気合の早食いで、 食べることができました。皆さんも辻盛りね、麺が美味しいんでね、結構いけちゃうんでね、ぜひ試してみてください。はい。麺が食べ終わったら、この割りスープで、残りのスープを楽しんじゃってください。いやー、辻盛りなかなかの強敵でした。次はね、トッピングとかを楽しみたいんで、違う種類もいきたいと思います。あとね、割りスープの時にね、この鰹だれかけたりすると、ちょっと辛くなってまた美味しいですよ。 はい、こんな感じで世の本町周辺の美味しいものまたどんどん紹介していくんでチャンネル登録お願いします。それでは、またね。